まさかですよ。田島さんは恨まれるような人じゃありませんでしたから。私もそうですけど、みんなから慕われてました。一つ確認させていただけますか。土曜日はどこで何をしていました？え、私？私も疑われる身なんですか？いえ、そういうわけじゃないんですけど。とりあえずは皆さんの当日の行動を伺っているだけです。まずは、事件の全体像を洗い直すために。わかりました。土曜日は、ちょうどヒメマス釣りが解禁したので、朝から元栖湖に車で出かけました。途中、談合坂のサービスエリアによって、お昼ご飯におにぎり3つと桃の天然水を買ったんです。元栖湖に着いたのは確か9時過ぎですよ。そこから14時頃まで釣りを楽しんでから帰りました。小腹が空いていたので、帰りも談合坂サービスエリアによって、チョココロネとメロンパン、ボルビックを買いましたね。道が多少混んでいて、18時頃に家に着きました。その後は、釣ってきたヒメマスを調理して食べて、20時には寝てましたね。私は内心混乱していた。なぜなんだ。この男。なぜ嘘をつく必要がある。奇妙だ。奇妙すぎる。この男のアリバイ。それを我々警察はすでに掴んでいる。ドライブレコーダーの解析はもう終わっているんだ。だから土曜日の行動はすべて把握している。そう。この男は朝から釣りに出かけ、18時には帰ってきている。完璧なアリバイを私たちは掴んでいるんだ。しかし、なぜ？なぜなんだ？桃の天然水とボルビック。桃の天然水もボルビックもすでに販売を終了している。売っているはずがないんだ。この男、なんでそんな嘘をつく？そもそもサービスエリアに寄った情報なんてこちらは求めていない。もちろんサービスエリアに寄ったことはこちらも掴んでいるが、なぜそのディティールの先っぽで変な嘘をつく？どういうつもりだ、この男。桃の天然水とボルビックということでどう思われたいんだ？なんだこいつ。一体どういう感情なんだ？畜生、貢献力を舐めやがって。ああ、もうなんだか悔しい。